はい、お世話になります。モビルスーツアンサンブルは、第1弾に続き第2弾も再販となりました。まだ初期の頃のモビルスーツアンサンブルは購入していませんでしたので、再販は非常にありがたいですね。では早速回していきたいと思います。はい、それではまず1回目ですね。黄色のカプセルで、いきなり武器セットが出ました。はい、それでは付属のミニブックを見ながら今回のラインナップを確認していきます。ラインナップは00ガンダム、バンシー、デストロイモード、ジム、オーライザー、MS 武器セットとなっています。今回は特に、リニューアルされたとかそういうことではありません。純粋な再販品ですね。はい、第2弾は2017年の4月に発売されたとのことですので、ほぼ5年前ですかね。はい、別カラーマーキングプラスの 2.5 弾も過去には発売されていますが、それも私は買い逃してるんですよね。ということで、第2弾に関連するアイテムに関しては、今回初めて回すことになります。はい、そして第2弾の頃はまだ5アイテムです。まあジムは何個出ても OK ですが、量産機がダブった経験ってまあゼロとは言いませんが、まあ、ほとんどないですよね。さて今回は、どのような結果となるんでしょうか。はい、今回の武器セットは00やバンシー用のオプションですね。詳細は後ほど確認したいと思います。はい、続いて2回目ですね。白のカプセルでバンシーデストロイモードが出ました。バンシーは機動戦士ガンダムユニコーンに登場するモビルスーツですね。地球連邦軍の UC 計画に基づいてアナハイムエレクトロニクス社が開発した試作型モビルスーツ。ユニコーンガンダムの2号機で、1号機と同様に NTD システムやフルサイコフレーム構造を採用している。1号機との違いは黒いカラーリング、形状の異なるアンテナとユニコーンモード時のフェイスカバー、ラプラスプログラムの非搭載、そしてサイコフレームの発光色が金色であること。また1号機の空間起動性能がフィードバックされたことにより、大気圏内における機動性はこちらが上である。はい、武装としてアームドアーマー BS、アームドアーマー VN が付属します。アームドアーマーはそれぞれ前後分割で前腕を覆う形で固定します。はい、では3回目ですね。黄色のカプセルで武器セットが出ました。早くもダブリですね。はい、4回目です。緑のカプセルでオーライザーが出ました。オーライザーは、00との合体が可能なアイテムです。はい、オーライザーは機動戦士ガンダム00に登場する支援メカですね。ソレスタルビングが開発した00ガンダムの専用支援機で、00とドッキングが可能。もともとはガンダムに先行しての情報収集、弾幕展開による防御行動など、通常の戦闘機として運用される予定であったのだが、ツインドライブシステムの安定稼働を行うために、現在の仕様に改められ、内部にはツインドライブシステムを安定させるサブシステムが搭載された。GN ドライブは搭載されておらず、代わりに大型 GN コンデンサーを動力としている。はい、続いて5回目です。青のカプセルで00が出ました。あとはジムが出ればコンプです。00ガンダムは機動戦士ガンダム00に登場するモビルスーツですね。ソレスタルビーングが新たに開発した太陽炉搭載型モビルスーツ。第3世代機であるガンダムエクシアをベースとしており、その運用実績データを反映して作られている。
そのため本機の設計も近接戦闘に主眼を置いたものとなったが、粒子生産量が他のガンダムよりも多いこともあってか、火力も高く射撃戦も普通にこなすことが可能。本機の最大の特徴はツインドライブシステムを採用していることにある。これは GN ドライブを2機搭載することで GN 粒子の生産量を2乗化するというものである。はい、武装として GN ソード2が付属します。持ち手が2箇所あり、ソードモード、ライフルモードをそれぞれ再現可能です。また腰部サイドアーマーへのマウントも可能となっています。はい、GN ドライブはバックパックから伸びるアームで肩付近で固定されます。はい、6回目ですね。緑のカプセルでオーライザーが、出ました。ダブリですね。はい、続いて7回目です。ピンクのカプセルでジムが出ました。これでコンプとなります。はい、ジムは機動戦士ガンダムに登場するモビルスーツですね。ガンダムの量産型として生産性、整備性を重視して再設計されており、コアブロックシステムなど試作機ゆえの特殊機構はオミットされている。頭部は頭頂部にメインカメラを備えている点こそガンダムと共通だが、額の V 字アンテナは廃され、ツインアイも簡略化されたモデルを採用し、ガンキャノンに似たバイザーに覆われている。装甲もルナチタニウム合金からチタン系合金に変更し、生産性を向上させているが、その一方で堅牢性は犠牲になっている。設計が簡素であることから、さまざまなバリエーションが生み出された。はい、武装としてビームスプレーガン、シールドが付属します。はい、武器セットはご覧の内容ですね。汎用ジョイント2種と平手握り手、バンシー用のアームドアーマー XC、アームドアーマー D、リボルビングランチャー装備型ビームマグナム、オーライザー用ハンドミサイルユニット、ダブルオーライザー用の GN ソード3が付属しています。はい、アームドアーマー XC と DE、 そしてビームマグナムでバンシーノルンとすることができます。バンシーノルン、ユニコーンガンダム2号機バンシーの装備を新たなパイロットとなったリディ・マーセナスに合わせて変更調整した総合性能向上仕様。名称のノルンは北欧神話に登場する運命の女神の名を由来としている。本来ユニコーンガンダムは強化人間の登場を前提とした機体であり、強化されていない人間であるリディとの組み合わせには大きな矛盾を生んでいる。本機の仕様変更はその矛盾を解消するためのもので、一般パイロットでも本機の性能を引き出すことを目的としている。汎用性に難があった両腕の増加サイコフレーム兵装アームドアーマー BS と VN は取り外され、新たにアームドアーマー DE と XC、 さらにリボルビングランチャーを追加したビームマグナムが装備されている。はい、オーライザーには GN ソード3ハンドミサイルユニットを装備可能です。はい、ダブルオーガンダムとオーライザーの合体でダブルオーライザーとなります。オーライザーは分割してダブルオーに接続、さらに武器セットから GN ソード3を装備します。ダブルオーライザー、ダブルオーガンダムとオーライザーがドッキングした状態で、後者に搭載された安定化システムによりツインドライブシステムを完全稼働させることができるようになっている。オーライザーとの合体機構を転用することで完全稼働を図っていることから、急ごしらえと言っても過言ではないのだが、その割にはその性能の高さは異常なほどで、この形態だと GN 粒子の密度が飛躍的に増大しているためか、ガデッサやガラッゾなどといった
イノベーターらが開発した新型機すら圧倒できる。さらにオーバーロードを引き起こさずにトランザムを起動でき、粒子放出量が理論的限界値をも凌駕する7倍までに跳ね上がる。出力数値についても 200% を超える数値を叩き出した。ちなみにトランザム使用時はトランザムライザーと呼ばれる。はい、ということで今回は7回でコンプですね。まあ5アイテムということもあってか第1弾に続き、今回もかなりスムーズにコンプできたかとは思いますが、きっちり武器セットと支援メカがダブルあたりまあ本当にねよくできてるなという感じですね。はい、ジム目当てでねあと何回か回そうかとも思いましたがもう嫌な予感しかしなかったのでやめにしました。はい、ということで、以上モビルスーツアンサンブル、第2弾レビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。